j アルミニウス・ヤーコブス・アルミニウスは、オランダの進学者、ヤーコブ・ヘルマンス・ゾーンとも言う。1576年から、ライデン大学に学び、1582年には、ジュネーブに留学して、テオドールド・ベーズの講義を聴講した。1588年からオランダ改革派として、活動し、カルバンの予定説を攻撃したコールンヘルトを、反売するために研究を進めるうちに、 神は万人に救いを提供し、神の恩寵を受け入れるかどうかは、各人の自由意志に任されているという、カルバンの教説を和らげる結論に到達した。1603年、彼が、ライデン大学進学部の教授に招聘されるに及んで、オランダ共和国を揺るがすほどの進学論争が、巻き起こる。論争が未解決のうちに1609年、アルミニウスが母子、その公認に、 彼の弟子であるフォルジウスが任命されたのに対して、自ら進学者をもって任じていたイングランド国王、ジェームズ一世は行き通り、アルミニウスの著書を焼き捨てるよう公然と命じた。そのことは、オランダ国内の対立を、一層深刻なものとし、少数派であったアルミニウス派は、残忍な迫害を加えられた。ありがとうございます。